よっ、あー重たい。先生紹介お願いします。はい、この子が、はい、この子がさっきのタケルとキキの兄弟の静香ちゃんです。今月1歳になりました。おめでとう、ありがとうございます。このポーズは何なんでしょうか。セクシーポーズに見えて、普通に固まってますね。でも、好きな人じゃないとしないですね、これは。そうなんですか。はい、じゃ気に入られるまではこの姿は見れないですね。そうですか。はい、新しい飼い主さんはどれくらいかかるでしょうか。そうですね、下積みに3年くらいはかかる。いや、嘘です。多分すぐだと思いますよ。そうですか。はい、割とね、ビビリはビビリなんですけど、割と慣れるのも早いというか、はい、どうやって手なずけるというか、はい、すればいいですか。もう美味しいものですね、やっぱり。はい、食べ物。そうですね。あとはやっぱり強制抱っこでしたね。最初はもうやっぱりビビってたんですけど、強制的にこんな感じで抱っこを続けてると、もう諦めてくれて、もう最後は、はい、それは虐待にはならない。全然違いますね。はい、全く反対ですね。私マーキングされてる気がする。そうですね。キクミちゃん、キクミちゃん、ロームお男の子？男の子？男の子。私犬とか猫にはね、モテる。出場されるんですけど、惜しいですね。人間にはモテない。おかしいですよね。チャオポイント、ほっぺた、ね、はい、リスみたいでしょ。本当だ。コンパクトに収まりますね。こんなワンちゃんいる。ねえ、静香。ねえ。でも元気な時もあるんですか。あ、お家の中ではめちゃくちゃ元気です。たけるぐらいですね。ボール投げたら走っていくし、そう、普通に取ってくるね。まだまだ赤ちゃんって感じ。こんな立派になりましたけどね。まだまだ中身は赤ちゃんです。あ、そうなんですか。たけるくん、たけるくんは、はい、どういう経緯でここに来たんでしょうか。たけるくん、兄弟がたくさんいて、はい、兄弟たちと一緒にやってきました。うん、ああ、うん、どこかで拾われたというか。お家の中で増えちゃいましたね。あ、そうなんですね。はい、手術をしてなくて。その中に男の子と女の子がいて、はい、はい、たけるくんぐらいの子たちがいっぱい増えちゃったっていう感じで。そうですか。たけるくんはおいくつ。今月で1歳になりました。ああ、そうですか。すごいなんかフレンドリーな。ちょっと厚かましいんですけどね。厚かましい。どういう、嫌、ね、でしょ、誰だって尻尾ハムハムされたら。確かに。でもイケメンなんでね、イケメンといえば佐藤たけるってことで、たけるです。なるほどね。イケメンだと思います。おしゃれ、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 できてない。はい、できた。できた。すごい。あ、すごい。基本ね、静かです、おとなしいです、いい子ですね。泣かないですよね。吠えないし、お留守番も上手にするし、お散歩も割と上手にできるし、うん、で他の犬ともすごく仲良くできます。はい、もういいとこしかないんですよ。確かに。でもただペットシーツはね、ビリビリにします。はい、どうしたらいいですか。じゃあもう新聞ですね。新聞。はい、新聞。じゃあ新聞撮ってるご家庭お願いします。お願いします、ね、限られてくるね。どのおもちゃが好きですか。音が鳴るおもちゃが好きです。音が鳴る、例えばさっきそこで、今さっきまでもうずっとピコピコ言ってたんですけど、お肉の中に笛が入ってるんですよ。あれをずっと噛んでピコピコ言わしてました。自分で。はい、そうそう、自分で投げて、それを着地前に取るっていう特技があります。すごい。長くお散歩できる方とかはすごくいいと思います。お散歩が好きな方とか、山に行かれる方とか、キャンプ好きな方とか、外がすごい好きなので、はあ、そういうところに一緒に連れてくださる方がいいなと思いますね。じゃ、元気な飼い主さんですね。そうですね。ぜひぜひ、はあ、一緒にいろんなところに連れてってやってください。ロクくん、こんにちは。ロクくんです。はい、ドレスでね、ドレスでね、ピンクの花が可愛い。
山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに市や町の役場、愛媛県動物愛護センター、そして警察に届け出てください。収容されてから1週間から2週間で殺処分に回されてしまうというケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと、首輪がちぎれても大丈夫です。今治市国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン、ただいま。お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。ケース平岡工業。動物病院も猫ワンを応援しています。猫ワン、ナチュラルケアドッグアカデミーは、ワンちゃんも人も自然体でいられる楽しいドッグライフをお手伝いします。幼稚園やしつけ教室では、プロのトレーナーが愛犬に合わせたトレーニング方法をご提案。新たな取り組みとして、ハーブやアロマなどの自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきます。ナチュラルケアドッグアカデミー。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスターなど、心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。